後半5番ホール割って4オーバーか、トータルで6オーバーですね。6番が、これは168ヤードのパー3になってます。まあスプーンで手前から行きたいなっていう感じです。おう、ダメだろう。これ一番やっちゃうやつ、ダメなやつだ。テンプーラ。これはやっちまいました。これを超えるにはもうロブシーしかないですね。開いてロブ打ちたいと思います。しょうがないな。スイッチ違うのか、リプルボギーです。6番ホールやっちゃいました。4オン2パット、取りにしちゃいました。ということで後半で6ホールってセブンオーバーか、トータル9オーバーになっちゃいました。なんとかね、後半45を超えないように頑張ります。で7番ホールが、332ヤードパー4です。まあちょっとなんか上げてる感じなんで、ちょっと距離が残りそうかなって感じですね。ティーショットちょっと頑張るとなんか曲がってるからな、あんまり頑張らないようにしようと思います。ちょっと距離を見たら349ですね、今日のティーですと。なのでちょっとこれセカンド43度はちょっと厳しそうなので、スプーン2回ってイメージでいき
たいなと思います。だから150ぐらい打てばいい感じか。ああでも手前にバンカー効いてるな。あれとりあえず一から考えよう。次何で打とうかなって感じですね。多分180ぐらい打ってるから160か。次多分そんな感じだと思います。バンカーかい。残りが150ないな。140ぐらい、43度だと確実にバンカーに入る。バンカーに入らなくても手前になりそうなので、右のマット、ここに150ぐらい打ちたいと思います。強いかな。強い強かったな。180ぐらい打っちゃったかもしれないな。ちょっと結構厳しいところ打っちゃいました。まあしょうがないね。ちょっと大きめに打ってみよう。43度でこれは続いた。まあ、ボギーしょうがないでしょ。7番ホールがボギーで、7ホール割って8オーバー、1個負けてます。8番ホールは307ヤードのパー4です。ここはチャンスだな。多分乗るな、2回目で。なのでなんとか。あ、そんなことはない。332だ。これも届かないわ。なぬー、またスプーン2回っすかね。バンカーあるから左から転がしていくイメージですかね。左に打っていたいと思います。これはもう右に行ったら2オンの可能性なしになるんで、右の番、黄色い旗より左バンカーもなくても終わりか。とにかく狭いところに置いておくしかないな。まあ、距離はそんなにいらないので。やば、大丈夫。
ょうどスプーンでちょうどいいかもしれないわ。ちょうどいい距離残ったんじゃないっけかな。160。9です。8歩です。何じゃねこれ。あ、ちょっと、あ、やめて。あー、バンカー。すげえバグったのにな。あー、いい球打ったんすけどね、ちょっと距離足りなかったっす。バンカーショット、まあちょっと頑張ります。43度。見えてるかな。よし、行きます。やばい。ちょっと撮ってもらっていいですか。ちょっとずれた。これがボギーパットか。はい、なんとか最終ホールまで来ました。9番ホール、358って書いてあるけど362かな。もうパー4です。またこれもスプーンで2打目も打たなきゃいけないのかなっていう感じかと思います。8番ホールがバンカーから出ずにバンカー2回やりましてダボ。トータル9ホール、後半で10オーバー？そんなことないよな。9オーバーかな。いや、10オーバーだな、きっと。っていう状況でございます。トータルで12オーバーなので、ここでボギーで上がれれば85かなっていう状況ですね。まあすでに10オーバーといった状態ですが、まあ頑張りましょう。目標の
目標は85なので12オーバーか。今ちょうどあれか、12オーバーですね、という状況です。じゃあこれもティーショット、これはもう左のバンカーめがけてきて、距離はあんまり出さなくていいですね。30分、ある程度きついってるぐらいですね。残りが隣のグリーンだな。隣のグリーン。もし取れるんだったら。回ってるって。違うな。わかんねえな、これ。なんか読めてねえわ。後半11オーバーかな。前半2オーバー、後半11オーバーの13オーバー。ぴったり85でございました。それではまた。